はい、こんにちは。もう風邪ひいちゃってさ、母ちゃんがカットン、カッコン糖を買ってきてくれたけどさ、もうダメですね。で、今日ね、五十肩ってないよね、四十肩だよね。まあ五十肩やってなかったんだけど、もう肩が3週間ぐらいかな、もう全然上がんなくてさ、聞こえる？服とか着るの大変なんですよ、 T シャツとか。まあ、そんな状態で整体行ってきたんだけど、8000も取って全然余計調子悪くなっちゃった、はあ、失敗したな。前のね、動画のカマフラーさんのどうのっていうねやつなんですけど、ちょっとまだ結構スパムとかもすっげえコメントが入ってて、俺そんなに気にしてなかったんですよ。カマフラーさんのやつって前日ぐらいにね、その桃子さんからの鴨浦さんが言ってたやつをちょっと見たのね。確かに前俺も平塚くんの動画でね、お金ほらもらった人に対してひどいっていうことをね言ったんだけども、でまあ鴨浦さんのやつを聞いてたら全くそうだったんだけど、その内容がちょっとやっぱり、なんていうのかな、これ俺はね、ニクさんに忖度っていうのは別にないんだけど、ただ世話にはなってるよ。何も助けてくれなかったとかって言ってる方もいるけど、平塚君の時ね電話くれたんですよ。まあどうしようかな、積極だから、あの人は別にそのなんだろう、もっと力を、もっと自信持ってやれよみたいな励ましてくれる感じに言う方なんですよ。だこうした方がいいよとか、した方がいいよっていうか、まあ自分の考えでやればっていうようなね言い方してくれるんで、まあそういう人とは皆さんのコメントをいただいて、俺もちょっと考え直したっていうのがあるんだけどね。で別にだから忖度してるわけじゃなくないんだけど、やっぱりね、このお金を、そうだからごめんね、単純にちょっと言い方がやっぱりひどいかなっていうのはあったね。だからまあニックさんは割とほら強気じゃないですか、ああいうところは。で結局まあ皆さんも忖度しないってちゃんと言ってるけども、それにしてもね、人間としてありがとうございましたっていうのはっていうことを言ってたでしょ。まあ皆さん大体そういう感じだと思うんだけどね。俺もやっぱそう思うね、ごめんなさいね。立花さんの時に最後に電話かかってきたでしょ。俺はそんなにまあ強い、あんまりなんだろう、こうしっかり思ってなくて発言しちゃったのもまあ俺も悪いんですけど、あの電話ってあんまりほとんど聞こえてなかったじゃないですか、途中からだったでしょ。だから現場ではね、で声聞いてたら途中から、あれカモフラージュさんじゃなくてカモフラさんだと思って、同じこと言ってんだなと思ってね、ちょっと聞いてたんだけど、まあ立花さんにああいう感じに言われちゃって、ただまあ立花さんがそういうこと、ああいう立花さんもああいう顔してて、実はそういうのがあったんだっていうのはちゃんと頭にはしっかり入ってるけど、顔には出さないからね。まあ何かどうなんだろう、その辺はニックさんとかにこう話すかもしれないし、まあでもどういうことなのかな、ちょっと分かんなくなっちゃったけど、やっぱりあれだよね、お互いどっちもどっちの言い分は本当分かるよ。俺もね支援してもらったんですよね。だからでその方がどういう方なのかっていうのもよく分からないから、逆に俺がこう急に言い方変えちゃったり、その方から直接俺は言われたことはないんですけど、やっぱりそういう方には忖度しちゃうかもしれないし、やっぱり俺はそんな強気には言えないんで、本当に申し訳ないなと。だから俺が間違った方向になっちゃった時に、本当はそういう人に逆に俺は言ってほしいなと思ってんだけどね。ただその方は言ってこないから、まあ
んだろう、もうこんなバカに、こんなバカにやっちゃってもしょうがねえのかなって思って呆れてるのかもしれないから、うん、いやでも俺は本当に助かったんですよ。で助かったから、で実際ね、なんかそこで現場とか行く金に使おうと思ったんだけど、本当に俺のなんだろう、 あんまり考えてなかったっていうか、そういうのでなんか家賃引き落とされちゃったりとか、そういうので一回なくなっちゃったんですけど、まあだけど、まあ要は次の家賃払わなければいいわけだから金がないけどね、だからまあとりあえずやれるんで、だから俺はちょっと自分でまあ何がいいのかよくわからないんだけど、ちょっと本当にわからなくて、現場行くつもりでもなんかこうなっちゃったし、たまたまなんだろう、ピコとかにあの会場で誘われたから、ちょっと前回ね行ってみちゃったんだけど、まあ経験は、いい経験はできましたよ。うん、どういう人が来てるのかなとか、あの現場にね、まあだ田島さんも怖い俺はあの終わった後に話しかけたんだけど、さらっとあの冷たくあしられちゃった、うん、もっと話したかったんですけどね。ちょっと話は戻るけど、だからまあ難しいね。まずニックさんの方から言うと、そういう忖度とかはもういらないから、全面的にそれでもいいっていう人、要は何がいろいろこう言ってることがなんか変わったり、まあ、変わったりっていうかな、思想が変わったりしても、問題ない人っていうことで、多分お金を、気持ちいいもらった、そういう方に対してもらったんだよね、うん、っていう、まあもらったっていうか、そういうしたわけでしょ。こういうことが怖いから。で、そのももこさんって俺に多分コメントもくれた方、くれてると思うんですけど、うん、ちょっとコメントが多すぎてね、分からなくてごめんなさいね。確かくれたと思うんです。優しい方だったと思うような気がする。なんか女の人はみんな優しいかなって、一人すごいあの優しかったんだけど、めちゃくちゃ厳しくなってどっか行っちゃった方いらっしゃるけど、はい、そうそうそう。でまあだからニックさんのチャンネルっていうのは、平塚くんを好きな人とやっぱ嫌いな人が2人ね、両方とも見てんだろうね。うん、で俺の動画を見てもらえば分かるけど、俺は前からね、ちょっと大せっかいだけど、に俺が言える立場じゃねえけど、ニックさんにもうちょっとあれじゃないのっていう感じでは言ってたのよ。言ってたんです。だって分かりにくいじゃないですか。でもニックさんと話したら、ニックさんは別に平塚君がやってることは指示は絶対してないって言ってたよ。それははっきり言ってるでしょ、多分動画の中でも。そういうことはね、邪魔することは。だから俺は基本的にはね、N 国党のために多分ニックさんみたいにしちゃったらなるでしょ。俺みたいなアホンダラと違ってさ、いろいろ話せるわけじゃない、政治のこと。数少ない人でしょ。だからそういう人は必要だと思ってるし、まだ別にその N 国党を裏切ってるわけじゃないしね。ただその支援者の方に関してはちょっとどうなのかなっていうのは、やっぱそういうのは、うん、あったけど、でもやっぱりそう言っててさ、言っててその忖度とかがあるからっていうことをね、しないって言ってたわけだから、そこで結局そうなっちゃったらさ、元も子もないっていうのも分かるじゃないですか。でちょっと極端な言い方しちゃったっていう、まあ強気だからね、ニックさんも。でもそのぐらいの気がないとあそこまでいかないよ、伸びないよ。そうでしょう。そういうところが皆さんニックさん支持してる方好きなんじゃないの、はっきりしてるところがね。うん、そうだから俺はほらやっぱり、うん、なんだろう、
いや、ニックさん本当に世話になってますよ。ニックさんも三宅さんもね、直接気持ちの面とかさ、そういうとこでもね。でもやっぱ大人だから、俺も大人だし、だからじゃあ別にどこまでそのニックさんにお願いするかとかそんなのはなくてさ、ただやっぱやるのは自分の行動だから、全部それは自分でねやらなきゃいけないことだからね、うん、そういうところは違うけど、でも目標っていうのは N 国を支えたいっていう気持ちはやっぱり同じだよ。そこを皆さんね、あのまあなんて言うんだろうな、思ってもらいたいね。だからみんな、まあ書き方もさ、モンスター支持者とかさ、なんかモラルとかいろいろはね、まあ言うけども、いやそんだけ熱かったんだよね。俺もモンスター支持者だったからさ、平塚君にあんまりひどいことばっか書いたけども、でもその気持ちはね、今落ち着いてるから、ちょっとこう今引いて見てるのね。なぜかっていうと、やっぱりなんかもうちょっと議員になるっていうところの夢がちょっとだいぶかなりはあの難しくなってきたから、うん、なんで、あとまあちょっと離れてやっぱり見たらね、なんかこういうので話し、こういうところで引っかかっちゃってるのって、うん、その YouTuber の方はそのほらいろいろ物申す系の方とかね、俺は YouTuber、 今実は YouTube やってるけども、ちょっとそういう物申す系とは違って、 N 国のまあ議員にな、市議会議員に、ね、なりたいなっていうところがやっぱ違くて、結局あんまりこういうことやってるとさ、他の議員さんたちをみんな見てるとさ、あのこんなことやってないじゃない、皆さんこんなことやってるんだったらチラシ配りってね言ってるじゃないですか。そういう人の方が俺は立派だなっていうふうにすごい見えてて、自分で情けねえなって思っちゃうんですよ。だから公認もされずにこんなになっちゃったんだろうね。まあ自業自得だし、まあついてないっていうのもあるけどもさ、でもまあそれはしょうがないよ、この先ね。まあだから、うーん、これはね難しいね。桃子さんもまあそうやったら、やっぱあの言い方されたらちょっと傷つくだろうしね。でもまあお金が返ってきたから、今度はちょっと大事にしてさ、もう少しいろんな、そういう言い方もないよね。本当はだからちょっと大人、あのそこはありがとうございましたって言って、うん、誤解しますよって言えばそれで終わったんだよね。でもまあニックさんってだって俺とは違って本当にもう公認もらったね人でしょ。だからそんなに訂正ばっか俺みたいにできないんだよ。そうだよ、俺はよくこんなグダグダ親父だからさ、しょっちゅう訂正してさ、ごめんなさいごめんなさいってアホみたいに言ってるけども、やっぱり公認もらってこうある程度自分が自信持ってたら、そこまでできん、そういう訂正っていうのもなかなかできないんじゃないかな。うん、その辺はね、うん、まあだから俺自体はその別に何だろう、ニックさんを擁護するっていうところでもないし、まあどっちの気持ちも分かるなっていうことだね。難しいね。俺だってさ、もしさ俺のところにね、こういうあのカモフラさんのところに、絶心さんにかけたんだよ、ちょっと分からないけども、カモフラさんのところにかけた、そっち桃子さんから直接そういうこと聞かれちゃったら、そりゃないだろうってなると思うんだけども、そのまあニックさんの見ましたよ、だから貼り付けていただいたんで見たんだけどね、まあそうだね、ニックさんのって俺もバッド評価がちょっと多かったよね。E が100いくつで悪いが400ぐらいだったでしょ。みんなやっぱそういうとこだから、やっぱりみんなそういうとこは大事にしてくれてるんだと思うから、俺は
うん、俺みてえなやつを好きな人もいるんだなと思って、うん、まだ日本も捨てたわけじゃねえと思うよ、うん、まあ俺はまあね、まあでも器が違うじゃんニックさんとさね、ニックさんと器が違うからちょっと何とも言えないけど、でも大変なんだろうニックさんも、ああいうなんか全体的にさ、こうちょっとこの今の後任の人たちの中ではすごい目立ってるから大変なんだと思うよ本当に。もうそこも見えるし、桃子ちゃんがまあすごいね自分で貯めたお金、まあ、もぐもぐちゃんって想像で言ってるけど大金持ちの人かもしれないけど ね、でもまあすごい貯めた大事な50万っていうのをあげたのに、そのあげたっていうか支援したのに十分のこう考えるとだんだん変わってきちゃったっていうところでもう耐えられないってなっちゃったんだろうね。そういう気持ちもわかるわ。そう俺ね、もうさっきも言ったかもしれないけどね、だからもうニックさんも多分しないと思うよそういうのは。違う、俺も言っちゃうのはだからそんななんか平塚君をね肯定はしてないんだけど、でも肯定してるように見えちゃうから、そういうのは絶対やめた方がいいんじゃないですかって言ったことはあるんだけどね、そこまでしてあげることないよって。うん、でもその時もニックさんは、うん、俺もだからしてることはいいとは全然思わないよって言ってた。でも彼の言ってることはそのある部分で言ったら正論な部分がでしょ、皆さんも分かる通り、うん、だからそういう部分ではそのまあなんていうの、そういうやってきたことに関してはまあ尊敬に値するみたいな、そこまで言ってなかったかな、そういうのがあるから、まあその今はもう全然別だけども、今のやってることは全然気に入らないけど、人間は本当の中の人間はあんな人間じゃないんだよっていうふうにはニックさんには言われたことがあるんだよね。でもニックさんは否定してたよ、あれは今やってることは全然ダメだって。うん、その辺がちょっと矛盾しちゃうから分かりづらいんだろうね。だからこれからはもうそういうのないよきっと、うん、まあ片岡君もだからそれを言うと、うーん、まあ難しい、俺も見てないし何を片岡君が語ってるのか分からないけどさ、うん、まあ同じような感じだよね。だからごめんなさい、俺は今はっきりしたことは言えねえな。まあただちょっと言い方は本当にしんどいよなって思うよ本当に。だからそこはちょっと気ぃつけた方がいいなと思うけど、でももうさ、もう言っちゃったことは取り返しが今更もうつかないじゃない。まあ謝んない、謝るとかそういう話でもないから、うん、一応まあ俺はそんな感じで見てますよねっていうか、まあ俺はでも自分のことだけで精一杯なんでさ、俺がこれから何をしていかなきゃいけねえとか、どうやっていこうとかさ、どうやって目立って、まあ、あんまり中途半端な目立つことはしたくないんだけど、うん、なんかまあ役に立ちてえなとは思うんだけどね。難しいよ、俺は申し訳ない、俺自分のことで精一杯でさ、あんまり気の利いたことは言えねえや、うん、でも桃子さんもまあすごい、でもすごいよね50万円なんて出してる方だから、もしみんな出すんだったらもうちょっと小分けに出したらいいんじゃない。いやもう肌が詰まってきた、今40度ぐらいあるんですよ。明後日には直さなきゃいけないからさ、とりあえずね、なんかぐじょぐじょになっちゃったけど、
あのこの前のこの件は今話したような感じですね、うん、まあ長くなっちゃってもあと特にないから、うん、まあお前もダメだって言われるかもしれないけど本当に、今言ったのが俺の中の気持ちです。うん、だからそうそう、だから別にねニックさんのことを全部全て言ってることがね正しいとは俺は思ってないんですよ。考え方もねいろいろ、ただ NH 国党のそのスクランブル放送とかそういう部分では一緒なんですよ。やり方に関してもさ、人に対してのこういろいろ ことも思いもねやっぱり違うから、みんな個人で違う思いがあるでしょ。そこは曲げないけどさ、うん、俺はこういうふうにやりたいって、そういうのは曲げないけど、でも最終的にはそういうまあ偉大な先輩っていうか、だから人だよね。だってもう本当にさ、まあ供託金もだから本当にすぐに集まったじゃないですか。それは皆さん認めたわけでしょ。そんなのさ、俺みたいなグダ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 してるやつに供託金渡そうとしないじゃん。で謝ってばっかりいるような、そうだよね。だからそれはさ、やっぱり政治家としてはそのぐらい強気でやらなきゃいけないっていう差があるよ。だからもしかしたら本当に、うん、ちょっと勢いで言っちゃったところもあると思うけどね。まあそんな感じですかね。とりあえずこんだけ長くなっちゃってもまた申し訳ない、俺のグダグダトークでちょっと答えになってないかもしれないけど、こんな感じで、はい、思ってください。あまりにもちょっとコメントがね多かったんで、ちょっとまたコメントは見ますけど今まだ途中なんでね、はい、ありがとうございます。